どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の夜と主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週、熊本のオンライン集会に行ってきました。それと、いろんなところに行ってきたんですけれども、それからあとまた久留米に、都市は僕は使わされましたけれども、久留米にオンラインされている方々いるんですけども、その方のお母さんから連絡があってですね、娘さんがその洗礼を受けてから大きく変わったということですね。何が祈ったら答えたんだっけ、メールくれたよね、どこにくれたんだっけ、こっちにくれたんだっけ、違う、すいませんね、すごく祈って答えられて変わったってことは、連絡できまして、あとそのオンラインもですね、オンライン集会も8人ぐらい、今回は8人だから、1、2、3、4、5、6、7、8人、8人集まってきてましてですね、確実にオンラインの方々が増えてきております。ですから、ぜひ覚えてくださいので、オンラインの数が今まで第一礼拝は、10名前後だったんですけど、先週は20数名。で大体大礼拝は今まで15、6名だったんですけども、30名、50名ってきてですね、大体50名前後今います。だから、明らかにちょっとぐっと伸びてきましたんで、一応1000名って神様に祈らされてるので、とりあえずね、前まで100名って祈ってたんですけど、祈りを変えなさいって言われて、1000名って今祈ってますので、ぐっと伸び出すと思いますので、ぜひ皆さんですね、日本全国各地の人たちに知り合いがいたら、オンラインを進めてほしいと思います。だから私家族親族も地元の教会もなんですけど、オンラインも進めてほしいと思いますね。あとゴスペルクラブの方々もですね、来れなかったらオンラインして、オンラインしてる方がいたりですね、神様が明らかに今、明らかに二次世紀型の教会に向かって動き始めてるなってことを感じますので、ぜひそれをね、覚えてほしいと思います。さて、それで今日は主の十字架の声を見ていくと、11月今度の日曜日が新年礼拝となって、ガリラ湖から御言葉が群れ全体に語られます。で、今年度の最後の礼拝ということになりますけれども、先週1週間ちゃんと時間をとって主の前に座られたでしょうかね。座られなかった方はですね、まだ明日がありますし、今週もうちょっとですね、歴史の前に座っていただきたいと思いますね。今週座らなかったらもう来年度になりますので、そしたらですね、来年度の祝福はですね、神は憐れの方だから祝福されますが、2倍の祝福を受け損ないますね。これはものすごい大事なことで、勝負どころってありますのでね、ぜひしっかり主の前に座って祈って言葉を受けていただきたいと思いますが、受けた方はね、それをさらに深く握ってほしいと思いますが、今年度最初に語られたのはこの、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできますという言葉が、この言葉が語られたんですね。これは文脈でいくと、その前にお金持ちの、青年の人がそして永遠の命を得るためにはどんなこと、良いことをしたらいいでしょうかって16節ですね、言ってイエス様が戒めを守れと言って、どの戒めですかって言われたら、10回の後半ですね、殺してはならない、監してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人あなたの死ぬように愛せよって、それはみんな守ってるって言ったんですね。すごい青年だと思いますけどね、もちろん形では守ってると思うんですけども、でそしたらまだ何が欠けてるんですかって言ったら、完全になりたいなら帰って持ち物を全部ついてこいと言ったんですね。でじゃあそれはお金持ちだからできなかったわけですね。でその後にイエス様がお金持ちが神の国に入るのにはなんと難しいだろうかと言って、ラクダがいの花を取る方がもっと優しい、つまり絶対不可能だと言ったんですね。でつまり人間にはそれはできない、だから弟子たちはそれでは誰が救われることができるでしょうって言ったから、人間にはそれはできない、でも神にはどんなことでもできるってことを言ってるんですね。つまりここでは永遠の命のこと、救いのことを文脈では言ってるんです。人にはその救うことはできないけど、神にはどんな人でも、お金ってのはこの世の代表ですからね、この世の代表の
どんなにお金を持っている人でも救われないけども、しかし神様はどんなものでも救うことができるということを言って、そのことをここでは言っている。ここでは直接的なね。でも、まあ、今年度の御言葉として与えたときに、もちろん救いが一番大きいポイントですけども、人にはできない救いを神にはできるし、人には癒せない病気を神には癒せるし、人には解放できないことを神には解決できるし、人には解決できない問題を神には解決できる、神にはどんなことでもできるということを神様はおっしゃったんですね。で、皆さんは念頭それを聞いて感動して信じたと思います。念頭から無理だと思った人はいなかったと思います、ね、そして本当にそれを信じてこの1年歩んできて、あることに関しては確かにその通りにその成就を見てハレルヤってこともあったと思うんですね。でもあることに関しては、まだ見ていない、あるいは、信じていたのにそうならなかったって思ったこともあったんではないかと思うんですね。で、今日はその成就したことは先週言ったようにね、神様に感謝して、で今の段階でまだ成就しないことはこれから成就するからが期待して、でもう一つ、まだ成就してないっていうんじゃなくて、もうダメになっちゃったってね、信じてたのにそうならなかった、そう思ってることがあるかもしれないと思うんですね。そのことにちょっと目を留めてみたいんですね。それは人にはできないことで、しかし神にはどんなことでもできますとおっしゃった主はどんなことでもできになるんですね。しかし私たちが信じていたのにそうならなかったこと、だから神はどんなこともできるからきっとしてくれると思ったのにしてくれなかったことってあると思うんですね。それでね、今日は聖書があります。まず最初はラダラの復活のところですね。開けなくても結構です。ヨハネの11章にラダラの復活のことが書いてありますが、マルタとマリアとラダラという3人兄弟がいて、でラダラはまあすごくだったんですよね。病気になりました。で、まあ、後この記事から見るともう放っておくと死んでしまうような病気だったんだと思います。それでマルタとマリアはお姉さんたちはそばについていて、使いをイエス様のところに使わして、すぐ飛んできてほしかったわけですね。そんなこと言わなくてもすぐ飛んでくると思ったんですね。言った言葉がいいですよね。あなたの愛しておられるものラダラが病気ですってね。わざわざあなたが愛している人ラダラが病気ですってわけですね。だからでラダラも聖書はわざわざイエスはマルタとマリアとラダラを愛しておられたって書いてるから本当に愛してたんだと思います。どの人も愛してるんだけど、とても愛してたんだと思うんですね。ところが何かと言いますとですね、マルタとマリアとラダラ、ところがイエス様はすぐ飛んでこなくて2日そこにとどまったんですね。面白いな、2日とどまって、それからイエス様はラダラのところに来たんですけど、ラダラのところに来た時には死んで4日経ってたって書いてあるんですね。2日とどまって死んで4日経ってたってことは、すぐ飛んできても死んでちょっと経ってたことになるのかなとかいろいろ考えますけどねでも面白いことはマルタもマリアも同じこと言ってるんですよ。もしあなたはここにいてくださったら死なずに済んだでしょう、つまりイエス様さえ来てくれれば癒されたと。だからマルタもマリアも、そしておそらくラダラ自身もイエス様なら癒せるという信仰は持っていたんだと思うんですね。ところが、オンライン見てる人ですね、人手不足で私が自分で、片付けてますので、どうぞ、第一礼拝から来れる方は来ていただきたいというふうに思います。で、ですね、どういうことかというと、イエス様さえ来てくれれば治してくれると信じてたわけですね。つまり癒されることに対するものすごい信仰があったわけです。イエス様なら絶対してくれるって。でも癒されなかった、死んじゃったわけですね。もうおしまいなわけですよ。で、同じように思ってる人いませんかね。信じていたのにそうならなかった、どうしてイエス様してくれなかったんだろうと思った。で、ラダラが復活したことを皆さんは知ってるから安心してるでしょうけど、普通復活しないんですマルタとマリア言ったようにね、天国に復活することはあるんですけども、そのなんていうかな、この肉の体を再び持って復活することは普通起こらないんですね。だからマルタもマリアも、そして死んでしまったラダラ自身も、どうしてイエス様来てくれなかったんだろう、死にていたのにってことで終わってたと思うんですね。ところがイエス様の御心はどこにあったかというと、死んで4日経ってから、しかも面白いですね、2日や3日じゃなくて4日経ってからって。2日ぐらいならね、もしかしたら生き返ると思ったかもしれないけど、よかったって言えないですよね。もうね、もう腐って匂いがするわけですよね。だから石を取り投げなさいと言われた時に、マルタもマルタはもう、いやもう臭くなっておりましょうって言ったわけですね。ところがイエス様の御心はどこにあったかというと、死んでしまったラダラを生き返らせることになったわけですね。つまりもっと大きな奇跡をイエス様はなさろうとしてたんです。
で、あなたが強いた通りにならなくて、もうダメだと思ったとしても、諦めないでほしいんですね。神にはどんなことでもできるんです。もうおしまいだと思った、その向こう側に考えてもいなかった、発想もしなかった逆転を神は用意していることがあるんですね。あなたの強いた通りにはなかったかもしれないけども、神はもっと大きなこと、もっと大きな奇跡、もっと大きな愛を示そうとされていることがしばしばあるのです。これを覚えててほしいんですね。だからラダラの復活はそのことを意味します、ね、から次アブラハムね、今日は聖書でいくことにした。最後はね、アブラハムは創世記を見たら分かりますけれども、アブラハムは、75歳で神に語られた、生まれ故郷を出て父のあと示していきます。従ったん。で、それでその時にまた神に語られたん。あなたの子孫はこのようになるってね。で、中東の当時の中東の空っていうのはね、すごかったと思う。私カイラスに行った時に何度も言ってますけど、天の川を見た。で、私は大阪生まれで、天の川って言われてこうね、天の川って言われて分からなかった。なんで天の川って言うんだろうってね。あ、きっとここにこう星がずっとあって川みたいなんだろうなと思ってね。その時の私のイメージはピカピカピカッと光ってるイメージ、ね、まあ、天の川といってもね、あ、長崎は見えるんですか？ね、ですよ。とはね、カイラス行った時ね、すごかったよ。まさに天の川、もうこう星がね、星が空を埋め尽くしてね、もうなんかね、真っ白けなんです。星だらけで、川、まさに川です。天の川ですよね。もう本当に川なんです。もう星だらけ、ね、で感動して見てるとね、まあ、トイレだから、外で大地がトイレだからね、やってると感動して、トイレ見てるとね、野犬がやってきてね、野犬がやってきますんで、怖いからダメなんですけど今ジョークを言ってもうまく言えなかったけど、そうなんですね。何かというとね、いや本当に野犬が来るんですよね。だからすごかった。私あの時に天の川だって、はあ、これを見てたんだと思ったのと、アブラハムが見たのはおそらくああいう空なんですよね。75歳のアブラハムがあの空を見てですね、見上げてごらん空の星のところじゃないですよね。見上げてごらん空の星の屑をっていうかね、もう星の渦をっていうか、もうすごいんですよね。このようになるって言われて死んだわけですよね。それもすごいんだけど、何を言いたいかって言ったら、そう言われてアブラハムは子供ができると信じたけど、10年間できなかったから、奥さんの、アブラハムの奥さんはサラが言ったわけですよね。自分の召使いのところ入ってって言ってね。それでできたのがイシュマエルですよね。ね。でも神様は実はサラから産もうとしてて、99歳、サラが89歳の時にやってきたわけですよ。アブラハムのところにね。そしたらサラは笑ったし、サラだけにアブラハムもね、笑ってるわけですよね、実はね。つまり75歳で語られて強いたのは素晴らしい信仰なんだけど、それから生まれるまで25年、妊娠するまで24年間何にも起こらなかったんで、どうもあそこで笑ってるということは、だんだんお考えっていって、ね、89歳の頃サラはまるで、40歳のようになってなかったん。なぜかって笑ってるから、分かりますよね。もし生まれる体になってたら笑ってないですよね。笑ったっていうことはもう無理だった状況なんです。だから神様がところが89歳の時言ってきたの。そして言ったの、来年もこの男の子ができるって。神の言葉が来た時にサラの体は変わり、子供ができちゃった。でも考えてみたら89歳の時笑ってる、アブラハムも99歳で無理だと思ってるってことは、24年間彼らは待たされて、そして彼らはどうなったかって、神は確かに語ったけど、来た時に、来年子供が当たると来た時に笑ってしまうような状況だった。つまり無理だと思ったということなんですよ。言ってることわかりますか？面白い。でもロマ書にはね、ヘブル書にはね、信仰の人アブラハムって書いてあるんです。面白いですよね。ちょっと今日はテーマ変わるからそれ以上話しませんけど、で、今日話したいことは、まあ、ここなんですね。私たちも神がおっしゃって念頭に信じた、神にはどんなこともできるって、そしてこの年度末を迎えるにあたって思ってる、神にはどんなこともできる、確かにできるけどな、確かにできるんだけどな、もう私も追いぼれてしまって、こんな体ではねって、私は言われるんですね。もうあなたは錆びついてないってね。そうですね、
笑っちゃってしまう人がいるかもしれませんね。あのね、神様面白いことなの。それは人にはできないがって書いてあるけどね、結構人にはできないがと思ってないね、人って。アブラハムの同じことで信じた、信じた時に期待したと思う。そしてできると思ったと思う。でも89歳と99歳になった時にはもう無理だと思った。そう、無理なんです。 100% 無理なんです。 100% 無理だってことを彼らに認めさせた後で、しかし私にはできるってやったんです。ラダロも癒しです。でも死んだらもう無理なんです。治りようがないんです。そう、無理なんです。そこから復活させた。それは人にはできない、できないってことを、あなたも私もクリスチャンだから一応言うんだけど、そうじゃなくて本当にできないって追い込まれます。憐れみと愛によって 100% 自分にはできないって認めたとき、神にはできる。私も頑張ります、 50% やりますか、あと 50% よろしくとかね、私は頑張ります 1% やりますから 99% やってくださいとかね、じゃなくてもう無理なんです。でも神にはできるんです。人を作り変えれると思ってますか。教育で人は変わると思いますか。ある程度変わります。教育は本当に必要です。しかし根本から作り変えることはできません。罪の本質を作り変えることはできません。いい人にはできるでしょう。そう思ってますか。クリスチャンでもそう思ってる人少ないですよ。残念ながら日本はトップダウンでクリスチャンが入ってきたから、あの知識層にクリスチャンが多いんですけど、その結果宗教になっちゃった、道徳になっちゃった。キリスト教は道徳や宗教じゃありません。現実です。生ける現実です。でね、神には、人にはできないんですけど、神にはできるってことなんですよね。で次言いますよ。ヨセフ、ヨセフは夢を見た、ね、10位の束が自分を拝んで、その次は星と月まで、10位の星と月と太陽まで自分を拝んだ。でこれ漁師のことですよね。さすがのお父さんも怒った。で兄弟たちはね、あのヨセフだけは特別に愛されたから、もともと腹かいてた。そう、大入れちゃいけないんですね。腹をかいたらこうなるんですね。腹かくと腹を立てるってことだから ね、あのオンラインで天国でご覧の皆さん、腹かくっていうのは腹を立てるということを言います。腹をかくって大をつけたらこうなります。あのよろしくお願いします。で腹立てたわけですね。ところがそこに持ってきて、あのヨセフが、まあ、来たからね、あの子供の自分たちもですね、それでヨセフを捕まえて、そして結局エジプト人に売ったわけですね。そしたらエジプトの人があの売って奴隷になって、奴隷にされたわけですね。夢と逆が起こったんですね。ただ奴隷として祝福されたんで、ね、あのもう少し徴用されたんですけど、そしたら今度は冤罪ですよね。奥さんに言われて、断ったら逆に冤罪で牢屋に入れられたわけですね。悪くなる一方でしょ。で牢屋で夢を解き明かしたら、普通あんだけすごい夢の解き明かしされたのに、私を忘れないでくださいってね、6回か7回私って言ってるんですよ。たった2節の間に6回か7回私って言葉が出るんです、ね。で、あれはヘブル語だからちょっと忘れましたけど、日本語と一緒でね、ギリ私っていう言葉あんまり言わなくてもね、分かるんです。ところがね、あそこの6回か7回私出てくるの、わたわた私を思い出してください、私を思い出してください、私をってこう何回も言ってるんですよ。なのにあの夢を解き明かしてもらった人は忘れるの。傾斜感かな、なかなか二人がね、恐れるんですね。だからあれも神の意図的な忘れてるよね。そしてその2年後王様が夢を見た時に思い出して呼び出されて、あのパロの次になる、ナンバー2にね。そしたら大飢饉がやってきて、あの夢の成就でカナンから兄弟がまずやってきて、次お父さんもやってきたわけでしょ。でその時
ヨセフは全く変わってるんですね。売ったことで、売ったことで責めないでくださいってね、神がまず私を使わせたんですってね、あの12の星が僕を拝んだよってね、あんまうまくやると私の人格と悪いからやりませんけど ね、あの12の星が僕を拝んだんだって言った時のね、ヨセフだったらね絶対言えないですよね。ところがその年月の中で砕かれて変わったわけですよね。であれ面白いなと思うのはね、夢を見たけど全くそうならずに、ひたすら逆に行って逆に行って逆に行って、ヨセフはとことん砕かれた後に大逆転が起こる。神にはどんなことでもできると皆様信じて、言葉が与えられて具体的にすごい幻を見たのに、この1年ひたすらその逆を走ってきたとどうなるのかしらと思ってるかもしれませんけども、あの、ね、そうしたらヨセフパターンですね。突然逆転が起こるんです。神にはどんなことでもできるんですね。神がおっしゃったら必ずそうなるんですね。ただ私たちの思ってるような形でならない。多くの場合ヨセフ型でね、逆に起こってしですね、逆になるけどそこから大逆に起こったりするんですね。でこのパターンがある、ね、でもう一つ話してたらね、ラザロ、アブラハム、ヨセフ、もう一つはモーセです、ね、最後はモーセのことをモーセって言われることで、ね、モーセっていうのは40歳までエジプトの王子様として育てられた、ね、お姉さんが賢かったんですよね。お母さんがもうナイルに捨てたらね、もう捨てたら追えなくなっておいたら、お姉さんが近くで見てて、ね、エジプトの王女様たちが来た時にね、もうすぐ飛んでってね、自分の弟なのにね、賢いですよね、あのお姉さんね、なんていうの、違ったねっていうのかな、ね、乳母を探していきましょうかって言って、探してきておくれってお母さん連れてくるんですよね。だからエジプトからお金をもらいながらお母さんが育てるんですよね。それである程度大きくなったらエジプトの王室に入る。で、まあ、帝王学ってわかりますかね、王子様としての学問。王室で育って、王子様として育ったわけですよね。最高の学問を受けたわけですよね。で、みんなに期待されたんですね。ところが自分はユダヤ人だということを、まあ、アイデンティティーんですけど、ユダヤ人であることに気がついて、そして、エジプト人とユダヤ人が喧嘩しているときに、仲介に入って、エジプト人を殺しちゃうわけですよね。で次の日ユダヤ人同士が喧嘩してるから何してるんだって言ったら、その一人がお前エジプト人殺したみたいに俺を殺すのかって言ったので、それがエジプト人に知れ渡ってしまうので怖くなって逃げる、追いかけられるんですけど、そしてアラノに行くわけです。で40歳までは超エリートでもう 王様になれると思われて期待されてて、もう最高の学問を受けて超エリートなんですよね。もうなんて言うんでしょうかね、もう超エリート。ところがユダヤ人であることを自覚して自分はユダヤ人だ、同胞を助けないかと思った瞬間、どうなったかって言ったら、同胞からも誤解されてというか、そういう感じで結局アラノに行った。でアラノで羊飼いになった。ユダヤ人の場合羊飼いそんな問題ないけど、エジプト人としては羊飼いってのは最悪の仕事ですから。そしてアラノで40年。で皆さんはね、80歳になった時にモーセが召しを受けて神様が呼ばれて引き出すことを知ってるでしょ。知ってるからね、システム上を読みながら平安でいられるわけであります。でも考えてみてください。40歳まで帝王学を学んでもう王様になる予定だった人が荒野に行って、そして羊飼いをして全く違う人生で、あらのって感じですよね。これ40年ですよね。で面白いのは、最初の10年ぐらいだったらね、モーセもね、またいつかと思ったと思うんですね。またいつかってね。で20年ぐらい経った時にはね、まだまだ諦めないぞってね。で30年経った時にね、もうそろそろいぶれてきちゃうなって言うんでね。で35年で75歳でね、もう私の人生もこれで終わりかな。80歳ぐらいですね、思ったでしょうね。バカだっかな、あの頃最初に言えばよかったもん、ああああ。ところがそこで神が呼ぶんですよ。芝が燃えてしばらく燃えなかったからね、あっち行ったらね、もうあれ言語ではモーシェモーシェって言うんですけどね、モーシェモーシェって言われて靴を脱げって言われてね。であの時なんて言ったモーセはね、いや私はもう年を取って他の人を使わせてくださいって、あれは謙遜じゃないんです。日本人の好きな3回断ってから受けるっていう、そういうんじゃないんです。本当にモーセはもう自分は年を取って、40歳の時のモーセとは違った、もう自分にはできません、自分にはできませんって本当に心の底から言ったんです。自分にはもうできませんって。でその時神は言って、いや私があなたを使わすんだって。
で、皆さん神に使わされと言いながら実はよしやってやろうと思ってませんか。もうしばらくあるのにどうぞ。神が使わして神がなされるんです。そう思う人じゃないと聞き従いは徹底できません。聞き従いってのは結局ね、ちょっとでもプライドとか自分でやろうと思ってる人はできません。突き詰められたら。私はね、正直言いますとね、できると思ってましたから。で、できましたし結構。それでね、やられましたよね。もうとことん。まあ、オンラインしてるからこれ以上言いませんけどね。でね、もうできないんです。で、モーセは80歳まで。本当に彼はもう自分では、もう体力的にも実際でも無理だっていう年になってたんで、もし彼が飯に立たなかったら、本当に老いぼれていったと思います。でもあそこで神に呼ばれて、彼は神に呼ばれて神の召しに応答したときに、逆に体力も知恵も力も満ちてきてね、で、荒の40年とその前の40年の全部が一つになって、彼の人生はそこから本番なんですよ。どうぞ、主の十字架は120歳が定年ですので、60歳の方はまだやっと半分ですよ、ね、荒のまあまあ、今終わりの時だからそれはないでしょうけど、で、何かというとね、このパターンもあるんです、ね、だから神にはどんなこともできるって期待しててね、でよし、俺がやつに誰がやると思って立ったらね、逆にそれでね、荒野に追いやられてね、なんで俺がこんな目にあってこんなことになるんだってことを通るわけで、ずっとね、俺でもう最後はくたくねくやがいてね、あ、これ俺の人生だったのかってね、はぁーってとこになった時に神から声が変わるってパターンなんですね。これもある。で、今日4つ言いましたよね。ラダロの場合は自分が本当にもう、あ、ラダロの場合は癒されるって信じてたのに癒されなかった、もうおしまいって思った時にイエス様は復活、よみがえりをされてた。最後に復活の体をもらって復活する復活じゃなくて、この肉の体で復活する復活ね、それを用意された。まさに奇跡ですね。そのパターンが一つあります、ね、死にたとおりにならなかった人、諦めないで神がやってあります。頑張れなんて言ってませんよ。ラダロを見返したのはエス様だからね。マルタとマリアやったら石をのけただけだから、恐怖信仰の石をのけてください。あ、もうダメだった、私にはこの言葉は関係なかったと思ってる、その信仰の石を取り抜けて、イエス様よろしくって主に期待してください。主がよみがえらせる、ね、で、次アブラハムの場合は、ね、信じた。でもあまりに長く待ってる間に、もう不可能の体になってもう無理だってことになった。神が再び語る時にとても信じる状況じゃなかった。ある方は今日もう一度語ります。それは人にはできないが神にはどんなことでもできる。念頭を聞いた時は思った、そうだアメンって。今日聞いた時は思う、そんなことばっかり言ってそうは言ってもなあって、うんね、でも神がおっしゃったらなるんですね。99歳になった時、89歳になった時にアブラハムとサラは子供が与えられたんだ、妊娠したんです。すごいですよね。神の言葉ってね、虚しく血の落ちないんですよ、ね、そしてヨセフは、ね、夢を見て神から語られたのに逆のことが起こった。全然夢と逆の方向にさすら行った、ねね、惑わせることなく巫女の結婚をするって言ってね、惑わしばっかりやってきてまあ、あるいはね、結婚どころでない世界にずっとひたすら行って分かりやすければね、ところが突然バーンとね、王子様が現れるわけですよ。年明けを見てください年明けのおじさまって言ってくれるのすごいね本当に嬉しかったと思うよ、男性としてね。あとね、やっぱね、おじさまって言ってもらえたら嬉しいよね。ね、なんかね、どんなおじさまかと思ったら ね、 なんかね、がっかりしたと言わなかったでしょ。嬉しそうにおじさまだって言ってからね、年明けもものすごく嬉しかったと思うよね。結婚式の時のあの笑顔はね、聖霊に乗った笑顔になってほしいよねでもすごい笑顔だったよね。初めて見たよね。やっぱり王子様だよね。でも去年の今頃は
あ、もう王子様になってたか。でもね、去年の5月ぐらいまではね、最悪だったよね。で、ヨセフパターンってのはね、突然逆転するんですよね。ひたすら逆に言ってて、夢と言葉はあるのに逆になるってパターン。そしてモーセパターンはね、あるところまではすごく言うなら、あるところからね、使命に立ったばっかり言葉をもらって、そうだ、神にはどんなことができる、やるぞと思って立った途端に、あの地の底に落とされてね、ずっとその底を這いずり回されるわけですよね。そこそこじゃなくてそして完全にもう死を通る。でもいいですね、クリスチャンに復活があるから。そして80歳、もう自分で他の人を使わせてくださいっていうぐらい、もう終わったと思った時に神の召しが来るんです。でこの年度末ね、私ね、あのここで昨日実はね、何か令和を例えよってね、分かりやすく令和を例えを話した方がいいから、まあ、特にイングリッシュサービスなんで令和と例えを言ったらバンバンいいんだよね。ところがね、父が言ったのはね、聖書そのものを話せって言ったんですよ。でラダロってのはすぐ来たからね、先週ラダロの説教どっかでしたからね。そしたらアブラハム、モーセ、ヨセフ、モーセって来たんですよね。と思ったけど、違うんだけど、これ全部神の言葉をもらった人なんだけど、すぐ成就しなかった人たちなんです、みんな。でみんなパターンが違うと思います。で自分はこれで、あの人はこうかね、で同じ人でも物事によって違うかもしれません。でも共通項がある。ラダロは蘇ったんです。アブラハムは子供を与えられた。ヨセフは夢が成就したんです。モーセは飯と使命が与えられた。みんな神が最初に与えた使命と飯は開いたし、与えられし、答えられた。わかりますかね。神にはどんなことでもできるのです。神には不可能なんてないんです。ただ私たちの思ったようにはいかないことが多いです ね。私たちの思ったようなパターンでは来ないことが多いですね。だってどれがいいですか。ラダロタイプ、アブラハムタイプ、ヨセフタイプ、モーセタイプ、全部嫌でしょはっきり言ってこれどれか選べたらどれも選びたくないって多い感じですよねね、でもまあどれかにしろって言ってませんよ、ね、神様大きい方だから。でもただ今日はこの4つを示されたからね、その皆さんこの中の4つが何か当てはまるものきっとあると思う。でどうなるね、早く自分に失望してください。しかし神にはどんなことでもできるんです。ラダラを復活させることも、99歳、89歳になったアブラハムとさらに子供を与えることも、そして、ひたすらこう落ちてたヨセフをいきなりパロのナンバー2にして、そして家族をみんな救い出すことも、80歳になって老いぼれてしまったモーセに使命を与えて本当に力強く指導者を立てることも、神にはおできになるんです。40歳の時に立つのがモーセのビジョンだった。そして60ぐらいまではモーセは諦めなかったと思う。70ぐらいでどっこいどっこいだったかもしれない。もう80の時にはもう終わったんですよ。でもモーセが終わったと思った時に神の計画とドラマは始まる。いやね、この年度末にもう一遍このメッセージをするってのはなんか神様らしいです。神にとって、ね、神にはどんなことでもできますという言葉がね、どういうふうに来るかと燃えていたんですけども、年度末のここから始まるのであります面白いですよね、神様っていうのはね。いや本当に思っても、本当ですよ、まあ、もちろん来年度の言葉を送るでしょうけども、この言葉を敬虚に至るまで来て、これから神にはどんなこともできるってことがね、起こるでしょうね。どうぞあなたのラダラを復活します。